こんにちは、あやです。今回は8月のお気に入りを紹介していこうと思います。それではレッツゴー。はい、早速1つ目から紹介していきます。まず1点目がこちら、エイトのリップモンスターの07番ラスボスです。このリップすごい今年バズってると思うんですけど、もう本当に欲しくても、こう薬局行くたび見てても、いつも欠品中で買えなくて、でもそれでも行くたびにケイトのとこ絶対覗いて、このリップモンスターのところ見るようにしてたんですよ。そしたらやっと見かけることができて購入しました。で、私気になってたカラーがパンプキンワインとこのラスボス、どっちかまず欲しいなってすごい思ってたので、ちょうどねラスボスが2本ぐらいあったんかな。でもうそれ以外はもう欠品だったんですけど、ちょうど良かったので購入しました。でもう楽しみに使ってみたんですけど、今日もねこのラスボスを塗ってるんですけど、結構このリップ自体はちょっと柔らかめかなって私は感じて、結構ね思ってたよりもみずみずしい感じで、こうプルッとするような感じやなって思いました。びっくりしました、最初塗った時。これで結構こうマスクにつきにくいっていうのが有名やと思うんですけど、これでほんまにつかんのってすごいね疑問だったんですよ。やけど本当にマスクにつきにくくて、塗った直後とかやったらちょっとついちゃうんですけど、こうティッシュで軽くオフしておくともう本当につきにくくてびっくりしました。あとは結構私唇巻きやすくて、リップクリームとかでも今モアリップ使ってるんですけど、それ以外今まで試してきた5種類ぐらいかな、まあ、結構水ぶくれができちゃったりとかして荒れちゃってたんですけど、このケイトのリップモンスターは荒れにくくて、そこもねいいなって思ってます。なので、あの購入してから結構ね頻繁に使っています。これね本当に昨日薬局行った時も欠品になってたので、本当にねずっと欠品が続いてると思うんですけど、欲しいなって気になってるなって思ってる方も根気強く行くたびにちょっと覗いてみたりとか、諦めずにね頑張ってゲットしてほしいなって思います。はい、では次2点目、こちらモレモのウォータートリートメントです。こちらねちょっと前に9点の目変わりがあったと思うんですけど、その時にね購入したものです。これは本当に買ってよかったなって思います。次の日髪の毛サラサラになるだけじゃなくて、次の次の日も髪の毛サラサラやったりとかもしてびっくりしました。私結構ね髪の毛パサパサで傷みやすい、よく傷んでてね、本当に最近トリートメントとかいろいろ試したりとかして、髪の毛をねなんとかこうトゥルトゥルにならないかなって思ってるところで、これはね本当にいいなって思ったトリートメントの一つです。ただ私こういうテクスチャーのもの今まで使ったことなくて、本当にすごい水っぽくて、普段使ってるものとこうクリーム系のものが多いのでついてるなっていうのが分かるんですけど、なぜウォータートリートメントお風呂で使うから手も濡れとるから、水なのかトリートメントなのか分かんなくて、ほんまについてんのかなっていう心配が初めはありました。でもこれはなんか先がこんな感じの、もう少しずつ出るような感じになってるので、髪の毛こうやってつけていいみたいなので、何かで見たんですよね、つけ方ネットかなで調べたらそう書いてたので、頑張ってねそれであんまり出過ぎないように気をつけながら髪に直接当てて、こうやって骨をこう揉み込んだりとか、ちょっとね髪の毛になじませたりとかしています。もう一つ私が好きな点は香りもね、もうほんまなんかいい女って感じの香り、なんかねこれが女の人からふわって変わってきたらいいよなって、個人的に女やけど女でも思う香りかなって思います。今ねネットで香り調べてみたら、フローラルっぽい香りって書いてる方がいました。本当に甘い、ふわっと結構もったりしてる香りかな、割ときついのかなとは思います。でもちゃんと次の日も香り残ってくれるので、本当にね髪の毛からいい匂いがするのってすごい大切かなって思うので、私はかなり気に入っています。続いてのお気に入りがパズルです。今月かなりハマりました。今お家にあるのが1000ピースのものと1500ピースのもので、結構ね大きめのものしかないんですけど、あのすごいね気分転換になるし、私もともと子供の頃からパズルが大好きで、よく家族と遊んだりとか一人で遊んだりとかしてて、すごい好きなので、なんかすごい童心を思い出したというか、なんか久しぶりにしたけどやっぱ楽しいなってめっちゃ思いました。ちょっと悩んだ時とかもいいし、なんか集中力も高められたりとか、なんかね結構私にとってすごいいい効果がありました。多分パズルが本当に大好きやからっていうのもあると思うんですけど、かなりハマってこれからもねちょっと続けていったりとか、他のパズルとかも集めていきたいなって思っています。ちなみに今やってるのがこのスヌーピーの、これは何年、5年前ぐらいに購入したもので、これを今回もやったのと、今やってるのがこれ
この空のやつで、これ以前挫折しちゃって久しぶりにやったら楽しくて、もっともっとやろうと思って続けていて、今あともうちょっとで完成のところです。楽しくやってます。はい、続いてのお気に入りがドラマ、テレビドラマです。とこちらのうちの家政婦渚さんと、こちらのダメな私に恋してくださいっていうこのドラマ2つを見ました。っていうのも、私もう8月入って初めのもう初っ端1日から高熱が出てしまって、でこのご時世的にもやっぱ怪しいので、すぐに病院に見ていただくことができなくて、そういう時にこういうドラマをつけて気持ちを紛らわせていました。ちょっとドラマを流してるだけで、なんかもう体がしんどいのを少しドラマの方に気を持っていけれたので、ドラマ流しっぱなしにしていました。でそしたらね、やっぱハマって、うちの家政婦渚さんはリアルタイムで放送されてた時はちょこちょこしか見てなかったんですけど、今回ちゃんと見てたら面白かったです。渚さんっていう家政婦さん、男性なんですけど、おじさん家政婦さんがね、すごいお掃除も料理もなんかもういろいろそういう家事がすごい上手で、見てたらなんか自分モチベーション上がったりとか、なんか早く元気になってあれしたいなこれしたいなって思ったりとか、家政婦を雇っているメイちゃんがお仕事すごい努力家の方で、登場人物からもいろんなモチベーションを高めてもらえたなって思います。でダメな私に恋してくださいはもうリアルタイムで放送されてた時からすごく大好きなドラマで、もうね、当時テレビで録画したやつをもうほんまに大学生の時やったと思うんですけど、もうずっと家にいる時つけっぱなしにずっと1話からしてるぐらい、見てて結構ほっこりするし、明るいドラマなので、なんかこう心も明るくなるし、すごくね好きでした。なので今回ね久しぶりにつけました。はい、あ、ちなみに私はこのドラマは Amazon プライムで見てました。はい、続いてのお気に入りがこちらです。パピコのマスカット味とレモン味です。もうね、ほん本当にこの季節のアイスが大好きで、こういうフルーツ系の爽やか系のアイス、レモンとか柑橘系オレンジとか、あとはマスカット桃とか、そのあたりの味がすごい大好きなので、見かけたらね買っちゃうんですけど、パピコってなんでこんな美味しいんでしょうね。フルーツ系のパピコが大好きで、去年もね桃味にすごいハマってたんですけど、今回このマスカットとレモン本当に美味しくてハマりました。なのでぜひね、パピコが好きな方とか爽やか系のアイスが好きな方はね、ぜひ食べてみてください。続いてがこちら、もう本当に写真ばかり申し訳ないんですけど、果物ジュエルのこのグミです。もうこれね本当に美味しいんですけど、なかなか売ってるところに遭遇できなくて、原品もここにないんですけど、新しく見たグミで気に入ったグミやなって思います。食感がすごく好きで、ちょっと寒天っぽいっていうんかな、なんかハード系でもなく、ぷにょぷにょ系でもなく、すぐこうキュッて噛めるような感じ、むーにゅって感じで噛むじゃなくて、シュッとこう噛めるような食感なのかなと私は感じました。すごくねその食感が大好きで、過去にミニキューブグミっていうグミがあって、そのグミが本当に大好きやったんですけど、そのグミと食感がすごく似てて、久しぶりに出会えたって思ったグミで気に入ってました。はい、次のお気に入りがじゃらー、五色の花結びっていう混ぜ込みご飯の素です。これね久しぶりに、あ、これ大好きやわっていう混ぜご飯、なんかふりかけ系のものに出会いました。赤かぶ、野沢菜、青じそ、しば漬け、大根、わかめ、人参書いてて、結構なんか私がお漬物とか、あと梅系のものとかがすごく好きで、なので自分の口にめちゃくちゃ合いました。なんか今私が言ったようなものが好きな方はぜひね、この混ぜ込みご飯の素、五色の花結びぜひ買ってみてください。晩ご飯で炊いたご飯が余ったら、これで混ぜご飯しておにぎりにしといて、次の日の朝ご飯とかおやつとかに食べたりとかしています。大好き、本当に大好きです、これ美味しい。はい、8月のお気に入りは以上紹介した7点になります。でお気に入りは7つになるんですけど、ちょっと1個だけおまけで紹介してもいいですか。ね、 Google マップって皆さん使ってますか。アプリなんですけど、なんかそのアプリ結構こうお出かけする時とかよく使うんですけど、その Google マップで行きたいところ検索して、経路案内開始ってしたら、こうなんかこういう矢印マークが出てくると思うんですけど、その矢印マークをタップしたらね、こんな感じで車が選択できるようになってるんですよ。これ知ってました？これいつからできるようになったんやろ。それがね私わかんないんですけど、これ最近知ってめっちゃ可愛いと思って本当に感動して、なのでぜひね知らない方に共有したいなと思って紹介させていただきました。めっちゃ可愛くないですか。もともと矢印みたいなやつがこうピーってこうやって進んでいたと思うんですけど、そこが車のマークになってウィーンって進むんですよ。可愛くて気に入ってるので、よかったらねぜひ皆さん、今お家でもどこにも行かなくても検索して経路案内開始ってやったら出てくると思うので、一回ぜひね気になった方は見てみてください。はい、
最後まで見てくださってありがとうございました。ちょっとね、あの最後おまけもあったんですけど、少しでも何か参考になっていたら嬉しいです。皆さんはどんな8月でしたか？結構ね、暑い日とかもあって熱中症対策とかも大変だったかなと思うんですけど、まあ、まだ9月とかもね、あの暑い日が続くと思うので、皆さん引き続き熱中症とか気をつけながら、休める時に休んで体力温存しながら体に気をつけ過ごしてほしいなって思います。8月は皆さんお誕生日お祝いしていただいたりとか、たくさんコメントいただいたりとか、今月も私と関わってくださってありがとうございました。9月も動画投稿続けていきますので、よかったら見ていただけると嬉しいです。はい、よかったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタやツイッター、楽天ルーム、 LINE ライブや LINE もやってるので、よかったら概要欄から見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。